三木鉄道三木180系機動車、三木鉄道三木180系機動車、三木鉄道三木180型機動車は、かつて三木鉄道に在籍した機動車、レールバスである。1981年6月に第一次特定地方交通線に選定された日本国有鉄道三木線は、1982年2月23日、 以降6回にわたって実施された転換協議会での議論の結果、第3セクターへの転換による存続が決定した。この転換協議会は、そのうちの5回までが、三木線と同じく、加古川線の支線で、同様に、晩州鉄道以来の長い歴史を持っていた、北条線と同時開催となるなど、鉄道の損廃問題に直面した。 このエリアの自治が揃って強い危機意識を持ち、また歩調を合わせて、路線の廃止を迫る日本国有鉄道との交渉に臨んだものであった。このような経緯を経て、1985年4月1日に、三木線は第三セクターの三木鉄道に転換されたが、その転換開業に際しては、路線の輸送実態に見合った車両が新造されることとなった。当時、 特定地方交通線に指定され、第三セクターへの転換を実施する路線が起動車を新造する場合には、国鉄機三37型を外し、トップダウンでこれを縮小する方向で開発が進められた新潟鉄鋼設計の14メートルの18メートル級に軸ボギー車と、1980年頃から富士重工業が自主的に開発を進めていたバスの技術を基礎とし、 ボトムアップでこれを拡大する方向で開発され、新幹線用補線車両の技術を応用した一、軸台車を装着する、LE カーと呼ばれる十一メートルから十二メートル級、二軸車の二つの選択肢があった。2期線に先行して、転換を果たした各線では、国鉄線への乗り入れを行い、並結運転を行う、予定であった三陸鉄道、1八十四年四月転換、 と、上岡鉄道、1984年9月転換、が、新潟鉄工所設計の18メートル急車を選し、垂水鉄道、1984年10月転換が、富士中工業製類ル E を選択していた。もっとも、三木鉄道については、輸送規模が、もともと小さく、その転換前から厳しい経営状況となることが、予想されており、 車両心臓も必要最小限となる2両に絞ることが計画された。そのため、より低コストな運用が期待できる LE カーが選択されることとなり、以下の2両が新造された。形式のミキは、会社名及び路線名のミキに、1 8 0はエンジン出力の 180PS に、それぞれ由来し、同時に転換となった近隣の北条鉄道、旧北条線が新造した。 フラワー1985型とは、基本構造性能がほぼ同一で車体仕様の一部が異なる姉妹車となる。富士重工業の開発した LE カー E と呼ばれる警戒機動車シリーズに属し、バス用部品や構造設計を流用しているのが特徴である。長さ12メートル級の普通構成車体を備える。その基本構造は溶接とリベット組み立てを併用しており、 当時富士重工業で生産されていた路線バス用、車体、15型 E ボディに類似したエクステリアデザインとなっている。LE カー E の車体構成には様々なメーカーオプションが設定されていたが、本形式は LE カーとして先行した名古屋鉄道機派重計、1984年と同様、側窓は上段下工下段上昇式のアルミユニットサッシに、 ロールアップカーテンを採用、座席もロングシートとし、つまめんデザインも観光バスタイプのものを選択した、たるみ鉄道とは異なり、路線バスタイプとするなど、実用本位の簡素な構成が選択されている。窓配置は、DD45D、D、乗務員扉、D、客用扉、数字、窓数で、つまめんは貫通路を備えずセンターピラーで分割された。 大型局面ガラスによる2枚窓構成となっており、その上部中央に大型方向膜を設置して、周囲をブラックアウト、全面窓2枚と連続的なデザインとなるよう配慮している。なお、妻窓の左右両脇にはワンマン運転用のバックミラーを備えている。客用扉はバス用と共通の2枚り戸を採用し、扉間の側窓は床下から立ち上がる配管を通すために、 左から4枚目と5枚目の間の窓柱を太くしている。全小刀と尾刀は、これらを搭載したベースを、全小刀が、車体外側に来るような配置にした上で、つまめん下左右に振り分け搭載している。この設計は、名古屋鉄道機波重型や垂水鉄道ハイモ180型と共通で、当時の LE カー E の、標準仕様となっていたものである。なお、 工場鉄道フラワー1985系の側面窓は、垂水鉄道ハイモ180型と同一の観光バスに多い上段固定下段引き違い窓を選択しており、幹180型との外観上の相違点となっている。塗装は、工房により決定されたもので、白地を基調としつつ、倉庫に赤帯、車体裾には青帯、三木線沿線を流れる美能川を表すとされるを、 それぞれ巻いている。つまめん株に補えへとして、スノープラウを装備する。前日の通り、全席ロングシートであり、車内にトイレは設置されていない。ワンマン運転に対応するため運転室付近に、運賃箱、整理券発行機、運賃表示機を備えたほか、三木線から JR 西日本加古川線へ乗り継ぐ、利用客のため、 薬人駅の乗車駅証明書発行機も備えた。機関直結方式、冷房能力22000キロカロリー、エイのバス用冷房装置を屋根上中央に搭載する。エンジンは LE カー E の標準エンジンとして指定されていた、出力 180PS、2200RPM、直列六気筒直噴式横形ディーゼルエンジンのド、トラックス9、Q。 日産ディーゼル製ペロク H を装備する。変速機は変速一段、直結一段構成の進行臓器、進行スカー0.91バイト液体式変速機で、総括制御による連結運転に対応する。台車は新幹線の高速保線車両用台車にルーツを持つ空気バネ式一軸一段リンク式操打台車である。 富士重工業 FU-30D、動力台車 FU-30T、付随台車を各一機ずつ装着する。この台車は、見かけ上は、貨車などで見られた二軸台車そのものであるが、リンク機構により、輪軸を旋回させることで、曲線通過を円滑にする、一軸ボギー台車とでも言うべき設計となっており、これによって、鉄道放棄の定める4.57メートルという、 上限を超える7メートルという長大な軸距を備えた二軸車の設計製作が可能となったものであった。ブレーキは国鉄機動車で標準となっていた自動空気ブレーキではなく短編成での応答性の良い SME 三貫式非常便付き直通空気ブレーキを搭載する。基礎ブレーキ装置は両、打機式の踏み面ブレーキである。連結器は 小型密着自動連結器を装着する。転換開業以来、三木船内で使用されたが、もともと車両寿命を15年程度と短く設定することで、低コスト化を実現した車両であったことから、三木180から100には、開業15周年を目の前にした1999年12月1日朝の運用をもって予定通り新造の三木300系。 ミキ300から104と代替される形で、廃車、同月27日に解体処分された。一方、ミキ180から101は1994年頃には、エンジン、変速機、車輪など足回りの機器が著しく消耗し、1994年に、新造時と同じ足回りを、新造交換したため、開業当時のままなのは車体のみとなっていた。 このため、新造から15年が経過した時点で危機器の状態が健全であった同社は、ミキ180から102の廃車後も延命され、ミキ300系の増備に伴い2002年に廃車となった。このミキ180から101は、廃車後は解体を免れ、火災市内の飲食店に引き取られ店舗の駐車場に保存されたが、2009年に飲食店が閉店し、車両は放置された。 その後2013年に新たな飲食店が開店し、車両は物置として使用されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。